はい、それでは坂上選手のインタビューを始めていただきます。まず試合を振り返っての感想をお聞かせください。そうですね、初めて無観客でどうなるか分かんなかったんですけど、まあ僕たちは試合で一番いい姿を出すことしか表現できないんで、その結果を出せてよかったです。開催での聖夜選手に伝わってみたいな印象を聞かせてください。2個目のダウンでもう立たないかなって正直思ったんですけど、それからラスト1分ぐらいもうこのラウンド倒しきれないんじゃないかって思うぐらい気持ちで立ってきて、あ、気持ち強いな、絶対勝ちに来てるなと思いました。デビュー戦また始まりましたけど、今3連勝と、はい、そうですね、まだ別にトップとやらせてくれなんて言えないんで、少し1戦ずつ1戦ずつ強くなっていけたらいいなって思ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。